カール・フォン・ハラハは、オーストリアの貴族、帝神。神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の宮帝古門官。レオン・ハルト・フォン・ハラハ男爵と、その最初の妻で、ホーエンツ・オレルン・ハク・カール1世の娘であるマリア、ヤコベアの間の次男として生まれた。ヨーロッパ各地を転々としつつ、学業を終えると、1594年より、ニーダー・エスターライヒ地方の成長に努め、 主名頭となった。ネーデルラントで一年を過ごした後、オーストリアに帰り、王領ハンガリーでのトルコ人との戦争に参加した。その後も、オーバーエスターライヒの遠方労働者の反乱、皇帝ルドルフ2世に対する弟マティアス大公の反乱、ベネツヤ共和国との戦争などの諸問題に対処した。1618年のフェルディナント2世の皇帝選出を支援し、 1620年の白山の戦いの後、皇帝が没収したボヘミア貴族の所領の分け前に預かった。1627年にローラを及びピュルヒエンシュタイン白に奨釈し、ハンスールリヒホン・エッケンベルクと共に1620年代の皇帝の古問団の中で最も影響力のある人物とされた。アルブレヒト・フォンバレンシュタインを皇帝に取りなして出世させ、 1622年に四女エリーザベトをバレンシュタインに嫁がせた。三女カタリーナはバレンシュタインのまた重帝マクシミリアン・フォンバルトシュタイン伯爵に、五女マクシミリアーナはバレンシュタインの同盟者アダム・エルトマントルチカ・ホンリーバス水にそれぞれ嫁ぎ、バレンシュタインとの結びつきを強めている。ハラはハけはバレンシュタインが1634年に 暗殺されると、相続協定に則っ,って、バレンシュタインの資産を相続した。三男のエルンツとアーダルベルト・ホン・ハラハは、プラハ大司教及び、トリエント司教を務めた。ありがとうございます。